皆さんこんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、はい、もうこの画角といえばもうなんかお気づきでしょう。お気づきだと思いますけども、はい、今回はですね、飯塚知恵プロによるレッスン動画になっております。毎回毎回勉強になります、はい、勉強になります、はいはい、今回のレッスンはですね、スコア100切りをしたいのになかなか切れない方に向けた動画になっています。これはゴルフ始めたての人がね、うん、気になる動画かと思います。そうだよね、なかなかね100切れないとか、うん、まだ100切れてないのとか言われたりとかすること、その最初の頃とかあると思うんですけど、今回ね、その3ヶ月たった3ヶ月で100切りを達成するために必要な練習方法を徹底解説していただいております。はい、3ヶ月、1年経ってもね、うん、2年経っても切れない人いますか、うん、本当ですね。よく自慢、逆に自慢してくる方とかいる、ね。はい、今回はですね、ノウハウが詰まった最強の動画になっておりますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、早速ね、せい先生のレッスン見ていきたいと思います。はい、はい、今回はですね、3ヶ月で100切りを達成するためには何をしたらいいかという話をしていきたいと思います。まずですね、この3ヶ月で100切りっていうのはですね、もうほとんどアプローチとパターです。はい、ね、ショットはね大事なんですけども、100切り達成するにはもうこのアプローチとパターに限ります。これを徹底的に今日はやっていきたいと思います。はい、まずですね、この2つに共通することからやっていきたいと思います。このですね、パターにしてもアプローチにしてもですね、はい、私今何やってるか分かります？はい、どうしようかなと思いました。あなたはだんだん眠くなるみたいな。はい、これですね、振り子運動、はい、一つ目大事なのが振り子運動ですね。とっても大事になってくる振り子運動と、このパターもアプローチもこのフェースの向きですね、フェースのこの向きを整えていきます。これどっちが悪でどっちがいいか分かります？じゃあやってみますね。1ですね、はい、2、さあどっちでしょうかね。答えが、はい、はい、ということでじゃあアプローチでやってみますね。はい、いきますよ。1、はい、これですね、皆さんも分かると思う、分かりますかね今ので。はい、このインパクトの時にフェースがまっすぐなる時間を多くしてあげれば上げるほどミスの幅って減るんですよね。はい、なので、まあ、体の使い方とかとっても大事なんですけども、その前にこのフェースの向きとかをしっかりしてあげると、それに体がついてくるよっていう方がとっても、ね、成功に近づいていけるので、ぜひやってもらいたいんですが、この動きもマスターするためにまずパターから練習してもらいます。じゃあちょっとやってみたいと思います。パターでフェースを開かないようにまっすぐ上げてあげます。そしてまっすぐフォローしてあげます。まっすぐまっすぐです。はい、こういった練習をたくさんやってあげると、はい、プッシュしたりこう引っ掛けてしまったりっていうことがなくなるので、まっすぐまっすぐを心がけてください。はい、これと同じようにアプローチも練習していただければなと思います。はい、アプローチなんかはですね、特にこの開閉が大きくなっちゃうとリーディングエッジから入って、この刃ですね、刃から入ってざっくりしてしまうとグリーンにも乗らないよってことがとっても多いので、この開閉を抑えてあげて、このバンスからですね、バンスから地面にアタックしてあげることによって滑ってくれる。そうすると多少ダフってもズズズと滑ってくれるので、はい、ほとんどざっくりすることもなく、トップすることもなく、ターゲット方向に飛んでくれます。はい、でちょっとやってみたいと思います。はい、こういった形でパターとアプローチのベースの開閉を徹底して抑えていってあげることがポイントになってきます。ぜひ3ヶ月徹底してやってみてください。
はい、このですね100切りっていうのはですね、やはり100から110の方っていうのはちょっとある程度できてきて、グリーン周りでこうつまずいてしまうっていう方がとっても多いんですよね。なのでこのパターアプローチを改善してあげることによってぐんとスコア縮まるので、ぜひやってみてください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今回の100切りを3ヶ月で達成するために必要な練習方法。はい、まあこれは、うん、まあ100切りもそうだけど、うん、90切り80切りにまあ結局つながってくるものではありますよね。そうですね、やっぱりアプローチパターンって一番やるんで、うん、ね、はい、18ホール一番やるんで、そう、一番大事なところ、はいはい、動きは地味なんですが、そうですね、大事です、大事です、まあ、ということで、はい、まあ、今回ね学んだことをすぐに練習に取り入れて実践してみてください。はい、すぐできます。はい、最後にですね、リンゴルフの LINE アットが開設しました。ご存知かと思いますが、はい、はい、チャンネル登録と LINE アットの登録と高評価、コメント、よろしくお願いします。お願いします。